はい、高見です。今回も魔人ボーンについて語ってもらいます。抹茶ジョーさんが前回めちゃくちゃ熱く語って誰も口出しできなかったので、今回はもうちょっとみんなで会話ができたらいいなと思いつつ、抹茶ジョーさんトークを聞こうと思います。皆さん諦めずついてきてあげてくださいね。それでは抹茶ジョーさん、よろしくお願いします。はい、好きなボーンファイターはダークワイバーンとライノータイロン、抹茶ジョーです。いないやつなんで分かりません。あと、あと敵のラスボスだ。これがライノ、ライノ、ライノ、ここに後ろが、マイです、かっこいいんですよ。でですね、前回ちょっとあの魔人ボーン の大まかな話をさせてもらったんで、あの設定の話をちょこっと触れさせてもらおうかなと。で、前も言いましたけど、魔人が作り出した鎧なんですが、あの一応本編ではやらないんですけど、パーツ単位での組み替え遊びができるようになってます。で、ボーンパーツというのが、ボディ、これ頭を含みます。で、ライトアーム、レフトアーム、レッグっていうパーツで組み替えができるようになって、どっかで聞いたよね。どっかで聞いたどっかで聞いたね。イマジニアの匂いがするぞ。匂いがするよね。バンダイなんだ。うん。で、キットではちゃんと全員、共通の、企画。これが、ボーンフレームといって、まずこれを組んでからここにアーマーをつけていくっていう風になってます。ティンペル。うん。これは、全員共通のフレームです。ティンペル。うん。で、なんでこいつら以外にもう一個あんのっていうと、もっと父さん買った頃です。なるほど。8体ぐらい買ってます。波動外です。シャーク3体ぐらい組みました。はい。でですね、この、じゃあ単なる、組み替えなのっていうと、これストーリーにも実は関係してまして、この、ボーンパーツっていうものに、一個だけコアパーツっていう、そいつらの魂みたいなものがありまして、それを破壊されると、この、ボーン、まあ、ボーンだな、鎧が、一定時間、装着できなくなる。最悪二度と使えなくなる。変身解除とかそんなレベルじゃない。ああ、死にます。ライダーでいうとベルト破壊。そうです、ボーンクラッシュっていうんですけど、で特にこのコアボーンクラッシュっていうのを食らうとまずいよっていうのが本編最初の方に割と早めに出るんです。それが敵の、まあまあダークビーじゃないんですけど、敵のメンツの中で他の惑星のボーンファイターともいるんですよ。ネポスとまた敵の勢力と別にね出てきて、そいつが敵のダークケルベロスってやつに倒されるシーンがあるんですけど、コアボーンクラッシュを食らうことで、なんとその惑星の生命体が全て死ぬ。え、まさかその人間が死んじゃって星が死ぬの？そう。そして地球背負ってる一人だけその地球の要となるボーンファイターがいるんです、この惑星には。はい、何を隠そう、ドラゴンボーンが地球の要になります。あ、そこで繋がった。そう、つまりドラゴンボーンがコアボーンクラッシュをされることによって地球は滅ぶってなんですよ。斬新やね。でもなんで敗北条件だ。そう、それなのに地球出身のボーンファイターがなんで敵に加勢してるのって話がそこに絡んでくるんですけども、うん、でそもそもなんで狙いに来るの、地球を滅ぼしたいわけではない、実はこれは、うん、地球を滅ぼす目的はないんです。敵にはある目的のためにこのドラゴンボーンという存在を手に入れたいっていうのが話なんですけども、ラブ、ラブじゃない、あ、割とラブ、あ、ラブだった、割とラブ、うん、その話がですね、ちゃんとこのドラゴンがレアメタルボーンになったあたりで明かされるんです。さっき一番最初の話なんてね、始まりの魔人っていうものに絡んでくるお話になるんですけれども、でこれがその各パーツが一番その特徴的になっているのがコアボーンなんですね。レオでいうとこのシールドがついているレフトアームもそうなります、うん、シャークはボディですね、うん、でタイガーはっていうと両方とも爪ついてるんであれなんですけども、エルライごっつい爪がついてるレフトアームがやっぱりこいつもの、ちょっと各自に属性がついてましてね、火とか水とか雷とか時間とか空間とか強そう空間、うん、そして、雷が被るっていうね、ここの2人でキット化されてる 5分の2で雷が被るっていう、分けてあげるよマジに8体いるのに8体キットしてねえのに被ってるっていう、これがまたねバンダイちょっとこのバランス考えろって話なんですけども、うん、まあそれは さておくな、今でも期待してますよ。これ当時売れなかったの？ね、売れバンダイ売れてりゃ出すな。そう、ね、多分ね売れなかったから出なかったのか。でもね、でもね、当時ねデータカーダスもあったんですよ。こういうのを使ってゲームをしようってなったんですよ。でもデータカーダス中心っていうには、でカードダスが売れてりゃよかったけど、プラモデルはおまけやったんじゃないの？そう、カードはね、アニメ終わって漫画終わってプラモ、うん、最後まで残りました。ね、
吹いてもちょこちょこって見ましたよ筐体。うん、インフレが激しくてねゲームとして成り立ってない、雑誌付録が一番強いみたいな、どういうことみたいなそういうのがありましてですね、これキットにもね、あの初回限定で1枚ついてくるんですよ。フロムカードで思うんですよね、ドラゴン、ドラゴン将軍主人公がね、ダモが冷遇されている、本当に強くねえんだ。で敵勢が軒並み強いっていう、ね、え今度こんなにあんまりね、あのね、ちょっとバランス考えろっていう、あのまあまあバンダイですからね、よくあるよ、あるんだ、うん、はい、わかりました。抹茶ジョーさんの魔人ボーンについての熱い思いは伝わりました。最後に抹茶ジョーさん、魔人ボーンとは何ですか。なんだろうエビチャンピオンみたいな。魔人ボーンとはもうね、あのね、毎回言ってるわ、あの面白いんで見ましょう、アニメを。配信してんのかな、多分してる。あのね、あ、ごめんね、ちょっと長くなって、あのオープニングがね、いいんですよ。毎回言ってんの、オープニング言ってな。そうだな、ね、もういいよ抹茶ジョーさん、あなたのそのアニメ今日はもういいですアニソン今日は。はいはい、じゃあ次回はい、じゃあ次回は、抹茶ジョーさん、もうちょっとみんなに伝わる作品持ってこれたらいいなの抹茶ジョーさんと難しいな、お送りしましたが、次回は、どうなることやら、皆さんついてきてください。毎回言ってます。ついてこなくても。みんなも思い出の中に、はい、そうだね。じゃあいうことなんで、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。キット買ってください。いや売ってないです。売ってます。まだ売ってます。はい、じゃあありがとうございました。